はい、皆さんこんにちは。なぜか先週から続いている外のヤシの木切り工事、ね、相変わらずうるさいですね、はい、あの結構離れたところで工事してて、こんだけうるさいってことは、うん、どれほどでっかい音で切ってるかですね。ね、近くに行ったらちょっと大変かもしれない。ねえ、まあ、そんなことになりながらもやっぱりコミックの話、漫画の話、非常に楽しいですよ、ね、もちろんまあ、最近はドラえもんばっかり語ったりとか火の鳥語ってますけど、うん、今回絶対お話ししたいのはキララの仕事、うんうん、あとケータの寿司とかいうのもあるんだけど、同じ作家でね、これ外伝になってて、今回はそのキララの仕事で全部をちょっと語ってみたいと思います、はい、うん、このシリーズの中で全てという感じかな。まあとにかく寿司職人女性のね、お話です、うん、漫画家さんがね誰かなと思ったんだけど、山田ちゃん描いてる人かなと思って、わかんないんだけど、うん、知ってたら教えてくださいということで行ってみたいと思います、はい、それではアニメコミック漫画チャンネル、キララの仕事です。いいですか、はい、はい、よろしくお願いします。はい、相変わらずうるさいね。ね。うん、でね、このキララの仕事っていうのは簡単に言うと、まあ、ね、入り口は唐突なんだけど、うん、寿司屋の娘なんだよ。ね、でちっちゃい頃から お父さんお母さんがいなくて、うん、お母さん死んじゃってお父さんとかいなくなっちゃって、おじいちゃんみたいな人に育てられたと、うんうん、みたいな人なんだけど。みたいな人、うん。で、うん、おじいちゃんに、まあ、育てられながらね、寿司を学んでて、なかなかの寿司職人になっちゃった。うん、でところがおじいちゃん具合が悪くて、体が具合が悪くなったら、自分もね、お寿司をなんとかね、うん、店をなんとか自分の、お店として、おじいちゃんを助けたいと思ってて、いろいろ考えて、で、銀座の有名店でお寿司の味を勉強しようと。おじいちゃんがマグロは命だって言ってるから、寿司のね。で、マグロを食べに来た。で、赤身を食べた時に、マグロが泣いているって言うんだよね。マグロが泣いている。そうすると銀座の寿司に、何この野郎ってなんだろう。それで、よし、お前があんなこと偉そうなこと言うんだったら、お前が言ってみろと。ね、ろくな仕事があったら俺はただお金やぞって言うと、うん、銀座の寿司の、職人たちはびっくりして、あまりにもすごいんで、打ち引かされちゃうというかな、うん、叩きのめされちゃう。で、そいつは誰だって話題になっちゃうんだよ、うん、見るところによるとまだ二十歳にもなってないそこそこの若い女の子ですごい腕を持って、うんうん、それでその子がね、なんとか修行して自分の店をもう一度立て直そうとしているうちに、なんとか経営だったらあるんだよね、うん、坂井啓太かな、忘れたけど、その啓太と会った時に、その啓太ってのは、うん、本当は江戸前のすごい職人だったんだけど、いろいろなことが嫌になってて、自分は渡り職人って言ったら、日本中を回って寿司を握る雇われ職人になって、うん、で、金を貯めて、土俵の座った男で、なんとありえないほどのすごい回転寿司のチェーンを作った、うんうん。で、地上げして買い上げて、いろんなところをね、彼やってて、で、自分がその、まあ、なんだろうな、その主人公の女の子が、たまたま厄介になってる修行の店のところを地上げしようとした。いろんなこと、その時に、なんだろう、人の握ったお寿司にタバコの灰を乗せたとか言って、そのキララちゃんが怒っちゃったわけだ、うん、で勝負しろってことになって、なんとその坂巻啓太だ任しちゃうの、うん、でそれから人生が変わって、いろいろ寿司バトルがあったりね、海外との勝負になったり、ね、日本の寿司が海外に寿司に負けるんだよ、これ実はあった話なんだけど、銀座の給料負けたんだけどね。でそんなことをやりながら成長していくっていう話なのね。いや、これもね、実に素晴らしい漫画だったんだよ、うん、で寿司のうんちくってのはいろいろ分かって、小手返し、本手返しだとかさ、いろんな握り方もなんか教えてくれる。で、まあ良いところを言えば、その寿司のその職人の勝負とか、そういうところのテンポが良くて、ああこういうのがやっぱヒットする漫画だなってことが分かりました。で、一つ俺が気に入らないのは、寿司はうまいっていう表情あるじゃない。うまいという表情のボキャブラリーが後半なくなってくるんだよね。だから最高にうまい時の表情ってどういうことなんだろう、うん、ってことじゃない、うん、それがだんだんと減ってきた時に、ああまあそうかなって感じなんだよね、うん、それでも俺2回読み直したけどね、うん、今までに食い物漫画っていっぱいあって、包丁人味平ってのが最初だったかな、うんうん、まあそんなのを見たりなんかしたんだけど、で、うん、嫌いな中には俺はあれが嫌いなんだね、おいしんぼ。おいしんぼが嫌いなのは、おいしんぼまともなことやってんだよ、まともなこと書いてんだけど、やっぱりね、食べ物のうんちくに対して、そんなことはねえだろって言いたいことがいっぱいあるんだよね、うんうん、俺も食通だしね、世界中のマグロ食ってるし、一番高いとこからピンの安いとこまで食ってる、うん、だけどその中でね、やっぱりコストパフォーマンスがあるわけであって、うん、で一番俺が気になかったのは、そのおいしんぼの中ではタイのお米がまずいとね、うん、というふうな言い方を単なる宣伝文句に乗っかって書いて、タイのお米まずいお米こうやればうまくなると、タイのお米は美味しいですよ。そうだよね。で皆さん知らないかもしれないけど、タイのお米って
長いお米ってのは一部しかなくて2時間お米ばっかりなんだよね、うん、インディカ米というものに香りがついてたりとかそういうものはいっぱいあるけど、そうじゃなくて日本の寿司米、例えば有名なところだと、そうだな、チェンマイ寿司米ってのがあって、うん、このお米はね、あの一番笑っちゃうのがさ、お寿司屋さん職人がこれお米どこ使ってんのって言ったら、日本のですよ、日本から輸入したお米ですよ、でもね、本当のこと言うとタイの寿司米のうまいんだけどね、本音漏らすの、うん、でもあのタイの寿司米は異常に高くて、うん、で、うん、だからね、これのが美味しいんだけど日本の人たちは日本の米じゃないと美味しくないと思って嫌がるんだよって、だから仕方がないから、まずい日本の米握ってるっつったで、そうか、うん、だから本当の話っていうのはさ、調べてみると実際に現場ではいろいろあって、うん、だからこのね、キララの、 あのドータルコータラも大間のマグロがうまい、どこのマグロがうまいとかあるけど、うん、結局大西洋マグロと言われてるラスパルマスで取れるマグロのことをね、これは本マグロだけどこれより日本のマグロがうまいみたいなこと書いてある、そんなことはねえんだよね、うん、マグロのうまさってのはやっぱり大きさで決まると言っても過言じゃないんだ、表面が傷ついてるとかさ、いろんなことだから何食ってるって言うけど、取れる部分の美味しいとか全部美味しいわけだし、で俺もすごいあのマグロいっぱい食ってるけど、で適当以上だったら全部うまい、うん、絶対ね、うん、でお寿司の仕事とかそういうものもそうなんだけど、ある程度しっかりとして握ってくれちゃって全員美味しい、うん、ね、だから例えば俺なんかはあの下北沢かなとかな、まあ、下北沢は大した寿司はないだろうけど、それでもここは一流の寿司屋だぜって連れてかれたことがあるの、うん、あるバックギャモンやった友達に、うん、で全然感動しなかったし、態度が偉そうですごく気に入らなかった、うん、で俺は渋谷のね、あの道玄坂ちょっと上がったところにある台所やってあるんだよ、うん、そこは回転寿司、うん、でもそこの寿司屋はいいマグロが入ってて美味しいの、うん、いいマグロ使ってすごい高いんじゃないんだよ、うんうん、もちろんマグロ三昧が300円400円とか言って乗せてくれて、うんうん、だからまあお寿司のシャリが握るのが下手かうまいかってことは確かにあるけど、うん、すごくうまいって言ったってまあうまいよね、うんうん、だけどまあとてつもなく下手じゃない限りはね、うん、で僕の友達の居酒屋さんってのがいて、うん、居酒屋マジシャンとか言うんだけど、うん、趣味のお寿司に言う、これなかなか高いですからね、うん、たまにあのパーティーやると握ってきてくれて、うん、あの見事ですよ、うん、それ考えたらね、なんだろうね、別にそこまですごい握りとかそれはいいんだよね、うん、褒めて食うのもそれで3万円5万円ってどうしますって感じだよね、うんうん、限定里って小屋さんの話になっちゃって、うん、限定里すごいけど、うん、エヴァンゲリか全然エヴァンゲリ、本当の職人っていうのはね、うん、やっぱり謙虚なんだよみんなね、うん、日本人はね、うんうん、その謙虚さが売り物であってさ、うん、あの床屋の例えば佐藤さんもそうだし、うん、やっぱりあの職の中でもやっぱり知ってる人間たちが本当にすごい人は偉そうなこと言わない、そうだね、うん、このマグロがドターとかね、そんなことは言わない、うん、まあアメリカでもねお寿司食ってて今3カ所ぐらい行ってるのかな、うん、お気に入りの店で一つは千成寿司、最近ここ行かない、千成で一番あの喜んだのはやっぱりあのそこのねマスターというかね社長の千葉さんという人がすごかった、うん、でも千葉さん最近疲れちゃってて握んないんだよ、うん、あそれで、俺たちホークアイって言ってるのは握るんだけど、うん、このホークアイはいい時はいいんだけどムラがある、うん、ところが今言ってるところはあの例のねカンパチ寿司の親父、やっぱこれはプライドがあるね、うん、すごいプライドがあって、うん、だから日本で言ったら当たり前かもしれないんだけど、当たり前の頑固親父なんだけど、アメリカ人対応に関してはすごくあのなんだろう、あのまああのえばらないんだよね、そうそうそうそれがいいね、うん、で松茸とか旬のものうまくやってくれて値段も安い、でもう一つ姉ちゃんのお気に入りは竹さんがいる、竹さんどこですか、新太郎ですね、あそうだ新太郎、これは新太郎の竹さんの名前忘れてる、竹さんしか覚えてない、まあいろいろねそういうことがありますけどね、我々はやっぱりあのいろいろまああの寿司を食ってて、うん、この寿司の漫画に出会ったことってのは本当に嬉しくてね、うん、これ全部買っちゃったんですよやっぱり、うん、何巻だっけな、おそらく17巻ぐらい買ったのかな、うん、まあ素晴らしいんですよ、17巻わかんない、13巻17巻わかんないけど買っちゃいました、うん、13巻かな、もっとかな、うん、でまああのね、あの僕はね、あの食漫画っていうのはうんちくを食べなきゃいけない、だけどそのうんちくの精度って大事で、うん、やっぱりそして寿司の絵も大事だよね、うんうん、やっぱりそれは監修があっていい寿司が、ね、描かれてるってところではキララの仕事、おすすめしたいと思いますね、はい、翔太の寿司っていうのがあるんだけど絵見てやんなかったんで、絵でやんな、うん、そうこんなものはまあ別にいいかなと
なんかちょっと咳が出そうでしたけど、はい、うん、まあ、また来週ね、どんなコミックかアニメの話になるか分かりませんけど、いっぱい語りたいと思いますので、来週は工事終わってます。それではさようなら、はい、この番組はあなたのまたのエンターテインメントウィザードインがお送りしました。